はい、こんにちは。今日はね、2019年最新 AI スマート技術搭載の TT モブさんの USB 充電器、急速2ポート充電器のご紹介です。お買い得となっておりますので、ぜひね、リンクは貼っときますので、下の詳細の方から見てください。早速説明していきたいと思います。 TT モブさんの商品となっております。お値段が現在1199円で、プライム会員さんは送料無料となっております。これ300個限定なんでね、リンク貼っときます。で、300個過ぎますとお値段が1999円になりますので、今がお買い得かと思います。そういったわけでね、ここに、電圧計と電流計が出ております。詳しいことはね、この辺に貼っときますので説明していきたいと思います。剥がしましょう。使うときはこんな感じです。非常にコンパクト、旅行にね、持っていくのも学校や職場で充電するのにはぴったりの手のひらサイズです。非常に軽量で、コンパクトで、一番優れてる点はね、この電流電圧計が自動識別で検知されて、安全に機器を壊さず適正電流を流して充電してくれるんでね、どんな機器にも安心して使用できるといった急速充電ポートが2ポートついております。折りたたみのアダプター方式となっております。はい、すべての適合マークの、はい、こういったのもついておりますね。はい、ゆっくりお見せします。これが底の部分です。ここが格納式となっておりますね。ここが出っ張ってたらね、カバンとかに入れたら邪魔になりますよね。それがここが格納できるんで非常に便利です。で、軽量で、安全、安心ですね。 AI のスマート技術で、適正電流を検知して機器の電流を、はい、測定できるといったもので安全に使用することができます。過電流、そういったのも防止の設計となっております。はい、早速この2つの機器を接続して正しい、電流アンペアと電圧が出るのかというところをお見せしたいと思います。こういったものですね、全体的には。はい、 TT モブさんの商品となっております。これがね、1200円以下で今買えるんでね、まあ2000円になったらまあ適正な値段と思うんですけど、今日は1199円でまだ買えますんで、リンク貼っときますので、そちらの方から1個持っててもいいんじゃないかと思います。2019年度最新版の、AI スマートテクノロジーを搭載したものとなります。では接続します。で、電源入れます。はい、最初こんな風に、はい、ここの部分に出ますよね。上から撮ってるんでちょっと見にくいと思いますけど、別画面に出したいと思います。ちょっと下げますね。はい、こんな感じです。で、しばらく経つとこの画面は消灯しますが、接続すると、はい、機器に接続すると出ます。まず下に挿しますね。こういった、はい、iPhone 用の、はい、ライトニングケーブルを挿したいと思います。まず接続して iPad、 はい、こちら iPad に、接続したいと思います。はい、こんな感じで、出てますね。こちらがグリーン、緑色の方がアンペア数ですね、電流です。はい、こちらが電圧かな。はい、1.93 アンペアか、あ、こちらが電流ですね。で、上が電圧というふうになります。詳しいことはね、上に、貼っときますので文章で出ると思います。 1.93 アンペアですかね。はい、自動識別しております。 iPad にこんな感じで今挿しております。はい、で抜けます。
すると抜くとね 5.29V ですね。 5.29V と出ております。こんな感じで 5.29V で消えましたんで、次は Android の方をやりたいと思いますね。でこれで、はい、2ポートありますので、はい、挿しました。でこちらにある Android 携帯ですね、こちら Android 携帯に挿したいと思います。挿しました。はい、こんな感じで、で今電圧が、はい、こんな感じに出ております。 0.91A ですね。 0.91A で、流れております。今接続しているのは Android の携帯です。充電されております。非常にね、こういうふうに電流電圧計がついてるっていうのはこの大きさでは珍しいですね。コンパクトで、サイズはこの辺に出しときますね。はい、このように、使えるものです。続いてやりたいのがこちら。まあ今スマートウォッチとか持ってあること多いんで、スマートウォッチを挿したいと思います。いいですか。はい、挿しました。で上で今 5.29V というふうに表示が出ております。はい、スマートウォッチに充電が始まりました。で 0.34A、 0.423639 というふうに、出ております。で、安心してどんな機器も壊さず、 AI テクノロジーでどのポートにつないでも安心に機器を壊さず接続できるコンパクトな2019年最新版 TT マウさんの USB 充電器、急速2ポート充電器のご紹介でした。 LED でね、電圧電流が見れますので最高の商品だと思います。この価格ではありません。ぜひ下に詳しいリンク貼っときますので、そちらの方から見てください。ではまたです。さよなら。